小林和恵は、テレビ朝日放送番組審議会事務局担当部長、元アナウンサーである。身長は166センチメートルと長身、東京都出身。東京都立駒場高等学校、国立音楽大学を卒業後、1974年4月に、当時の日本教育テレビへ入社。小林の入社後、 テレビ朝日と名称が変わった1977年まで3年間アナウンサーの採用がなかった。アナウンサーから退いた後は、お客様フロント部、放送番組審議会事務局へ移動。また、テレビ朝日アスクの講師も務めている。落ち着いた語り口から、世界の車窓からや、ビート、たけしの TV タックル、サンデープロジェクトといった討論番組、スーパー戦隊シリーズ。 鉄腕探偵ロボタック、モエロ、ロボコン、美少女戦士、セーラームーン、クレヨンしんちゃん、ドラえもん、地獄先生エヌベ、機動戦士 V ガンダムやアニメなど子供向け番組で多くの提供をアナウンスを担当し、素敵な宇宙船地球号と世界の車窓からは移動後も長らく使用されていた。テレビ朝日の女性アナウンサーとしては在職期間が 約25年間と長かったが、後に、宮島康子アナウンサーに抜かれている。ABCDEFGHI、テレビ朝日アナウンサー物語、小林和恵、全国朝日放送株式会社、2021年1月31日閲覧、朝日新聞1976年11月15日付長官24面記事、顔より、ありがとうございます。